車をもう、20年以上前にも作ってたってすごい素晴らしいですよね。そうなんですよね。だから本気で多分、同じぐらいコストかけて開発したら、はい、多分すげえができるんですよ、はい、この延長線上でね、はい、行ったら、はい、そう2003年式ですね、はい、21年前のですね。あれ、蓮井さんが乗ってたのは、はい、ノーマルだったんですけども、ノーマル、あの足だけ、あの定員の車高調入っていて、それだけだったんですよね。そうですね、はい、だからなんとなくまあ似てるというか、ホイールもそのままこの純正アルミだったので、で18インチの、はい、ね、少し楽しめばよかったですけどまあそのタイミングは難しいですよね、まあ、いろんなことはね、はい、タイミングとしてはありますから、それこそこの30の前に20、そうですよね、2台乗って、うん、やっぱ、うん、それがやっぱ大きいですね、その2030を乗ったっていう。自分も20後期はやっぱりね、短い間だったんですけど、はい、まあ本当に極上車乗って、はい、また30とテイスト違うんですよね。違いますね。まあどちらもね、その静かなっていう、はいはい、ところはもうセレクションなんですけど、20はまだちょっとこう若干こう柔らかさがあるっていう。そう、柔らかかったですね、ええ、うん、でやっぱセンチュリーがやっぱ920ベースじゃないですか。で柔らかいですね。やっぱり、やっぱ共通点ありますよね、まあ、どちらもね、はい、非常に魅力的です、はい、30はどちらか硬いですよね。硬いです。あ、甲羅みたいなボディが、はい、ですもこのごつさはなかなかないですよ。ドアを開けた瞬間は分かるって感じで、まあ、はい、走らせなくても分かるって感じですね。そうですね。こう体にこう染みてるというか、こう、あ、戻ってきますね。あ、乗れるだけ幸せ幸せって感じですね。また改めて久しぶりに乗ると、いや、いいですね。やっぱり乗ったらやっぱこの辺も走らせればまた戻ってきますね。あ、そうだったそうだった、そう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 、でも私はこれ原点これですよ、ね、ああ車選びの基準はやっぱこの車なので、いや、安く買えてこれだけ楽しめてんだから ね、今絶対無理ですよね。なんか今ね、100万以下のセルショットの逆に、そうですね、今前期もちょっと高くなってきて、まあ同時に高くなって、ね、昔は本当にあの20当時なんか3点セットって、うん、そうそうっす、革マルチサンルーフ、うん、よく言いましたよ ね、3点セット、3点セット、でも今でもあれですかね、サンルーフと革とか結構重要視されてるとか、はい、ね、マルチっていうか、まあ今のね、新しい車のナビはでかいですね、はい、結構まあつけるっていうか、う、ね、多いかもしれないですけど、はい、当時のだと30だってこの位置にドンってあったのは新鮮だったんですよ ね、はい、ですね、これなんか今見るとこう なんだろうデザインの一つになってるというか、はい、ね、違和感ないですよね。ないですね。あ、やっぱなんか落ち着きますね。スッとこう入ってくるっていうか、うん、前乗ってた車に改めて乗るっていうのはまた、はい、なんかいろいろ思い出しますよね。思い出しますね、うん、やっぱ先も、ね、うん、後ろ私ついて走りましたけど、はい、やっぱかっこいいですもん。メッキが夜のあのあれに光って、ああなるほど、ね、ライトに光って、まあ、キラキラしてかっこよかったですね。また15万キロですもんね。まだ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 ですよ。まだまだですね、全然全然